最盛期の路線も参考として、1990年開業の JR、京葉線と1996年開業の東京臨海高速鉄道臨海線を含むが、これらの路線は専用線が使用されていた当時には未開業である。このほかゆりかもめもこの地図の範囲に1995年以降、順次開業しているが、 専用線と重なる部分が多いため省略している東京都港湾局専用線はかつて東京港に付設されていた東京都港湾局運営の専用鉄道である物流の主役がトラック輸送に移行したため1989年までに全廃となった東京においては長らく対外貿易を横浜港に依存した体制が続いており 東京港の本格的な整備は遅れていた。これは東京港が整備されて対外貿易を開始すると横浜港が衰退するとして横浜港関係者から強い反対運動が繰り広げられていたこと、軍関係者が防衛上の理由から帝都への外国からの船の乗り入れを嫌ったことなどが理由として挙げられる。このため東京においては河川水運や 荷車等を除けば、輸送を、もっぱら鉄道に頼る時代が続いた。しかし1923年に、関東大震災が発生して、陸上の交通網が壊滅すると、大規模な港を持たない東京では救援活動に、大きな苦労をすることになった。これをきっかけに、東京港の本格的な整備が開始されることになり、まず、芝浦地区に、 日の出不当が建設され1926年3月に供用開始された。さらに1932年に芝浦不当、1933年に竹芝不当と順次整備が進められていった。この日の出不当への貨物を輸送するために東京市は鉄道省に対して臨港鉄道の付設を要請することになり、1926年8月に建設費用と用地を 東京市が負担することで整備が行われることが決定されたこの全長 2.8km の芝浦臨港線は1928年10月に着工し公費27万円余りを費やして1930年7月に完成し 8月1日に日の出不倒付近に貨物駅の芝浦駅が開業した。この路線は国鉄の営業線の扱いで東海道本線の貨物支線とされた。また当初は塩止め駅から一旦浜松町駅付近に設置された引上げ線まで進んでそこから折り返す形で芝浦駅に向かう配線とされていた。 首都高速道路や東海道新幹線の建設に伴う塩止め駅改良工事を受けて、1962年7月15日から、塩止め駅から芝浦駅へ直接入れるように線形が修正された。後に、ゆりかもめが1962年以降の臨港線経路にほぼ沿って建設されている。東京港は長らく国内輸送に限定されてきたが、 日中戦争の拡大に伴う大陸方面への輸送急増に対処するために1941年5月20日に対外開港となった。この時点では低新省令別表により中華民国、満州国、関東州に対する貿易に限定されていたが1948年の高速法制定により制限は撤廃されている。 やはり日中戦争の拡大に伴い陸軍は芝浦不当を軍需用に利用することになり芝浦駅から総延長4179メートルの専用線を芝浦不当まで延長して1941年9月から軍専用として使用した第二次世界大戦後新中軍は東京港の不当を接収して軍専用に利用し臨港鉄道も 同様に接収を受けた。1953年から段階的に返還が始まり、1958年に全面返還された。芝浦駅も参照一方、総武本線の亀井戸駅から分岐して 2.1km 地点にある小薙川駅まで、総武本線の貨物支線が1929年3月20日に開通した。小薙川駅も、 水運との連絡を大きな目的としていた。さらに、東京市は越中島駅の整備を国鉄に要請したが、国鉄の財政事情から目度が立たなかったため、1938年から東京市が自ら越中島駅用地の埋め立て工事に着手した。第二次世界大戦の勃発により、資材と労働力が不足して工事は遅延したが、 1944年9月2日に埋め立て工事が完成して国鉄に敷地が引き渡された。1945年3月には越中島駅まで線路の延長工事も完成したが、実際に越中島駅が正式開業したのは1958年11月10日となった。この路線は小名木川支線あるいは越中島支線と通称される。また、 京葉線の越中島駅が1990年3月10日に開業したのと同日に越中島支線の越中島駅は越中島貨物駅へ改称している。越中島支線も参照春海運河にかかる東京都港湾局春海線春海橋梁廃止後の様子第二次世界大戦後、芝浦側の不当は新中軍によりほぼ接収されてしまった。このために 大戦前から建設が進められていた豊洲不団の工事が1949年から緊急に再開され、1950年11月17日に石炭不団が供用開始された。これに合わせて1953年7月20日に越中島駅から 豊洲石炭不倒まで延長2590メートルの深川線が開業した。この路線はしばしば豊洲線と呼ばれることもあるが、東京都の正式な名称では越中島から石炭不倒までを通しで深川線と称している。この路線は国鉄所有の機関車により運転で使用が開始された。当初は越中島駅が正式には未開業で国鉄線は 尾長川駅までの扱いであったため、尾長川駅分岐の東京都専用線という扱いで運行された。1958年11月10日の越中島駅正式開業により、越中島駅までが国鉄の営業線となり、越中島駅より南側が東京都の専用線として運行されるようになった。東京都としては、こうした臨港鉄道は国鉄を主体として、 地元が大分の負担をする形で建設して、国鉄の営業線として運行管理をすることを当初から望んでおり、豊洲埠頭の路線も国鉄に移管し、晴海線は当初から国鉄によって建設してほしいと考えていたが、実際にはこれが実現することはなかった。こうした当初の考えとは逆に、東京都では1955年から専用線を 港湾設備の一部として整備していく方針を固めることになった。臨港線の運営主体をどうすべきか、監督官庁の所管の上からも問題となったことから、関係部局の協議の上で、1956年7月に国鉄、民鉄の営業線となっている路線以外は、基本的に港湾設備として整備することが決定された。これにより、 運輸省でも鉄道局ではなく港湾局の所管となり、地方自治体においても、交通や建設の部署ではなく港湾の部署の所管とされることになった。こうして、豊洲地区への臨港鉄道が伸びると、そこから分岐させる専用線の建設を希望する会社が続出し、次々に使用者が増えていった。1955年3月には、深川線から分岐して、 豊洲物上げ場線の最初の区間が開通した。その後順次延長工事が行われ、1959年3月30日までに、深川線分岐豊洲物上げ場間線5 1 2メートルが全通した。この豊洲物上げ場線は、深川線の一部として扱われている資料もある。この豊洲物上げ場線は、将来的に篠の目運河を横断して、篠の目 15地方面への延長の起点となることも想定されていた。豊洲地区では、富士倉庫運輸、大倉商事、豊洲鉄道運輸、東京ガスの4社が専用線を分岐しており、またこれ以外の会社による専用線の第三者仕様もあった。深川線の主要な貨物は、コークス、石炭、鉱材、鉄鉱石、化学原料、雑貨などであった。 春海地区の接収が解除されると、春海運河を春海橋梁で越えて、春海不当まで、春海線が建設され、1957年12月17日に、深川線分岐春海不当間が開通した。春海線も、開通時は、国鉄の機関車による運行であった。春海地区では、小野田セメント、日本水産、日東製粉の3社が、専用線を分岐しており、 とよす同様に、第三者使用も行われていた。晴海線の主要な貨物は、新聞巻き取り紙、輸入小麦、大豆、セメント、雑貨などであった。当初は、国鉄の機関車による運行が行われていたが、まず1958年5月8日から、晴海における仕分け作業が、東京都の手に移管された。東京都では、この業務を社団法人東京ポートサービス協会に、 委託した。1959年4月1日には、保線作業が東京ポートサービス協会委託となり、1960年4月1日からは、越中島駅から、先の豊洲、春道地区における運行すべてが東京ポートサービス協会によって行われるようになった。この後、組織の変更により1981年4月1日から、 財団法人東京港サービス公社、1988年4月1日から財団法人東京港不登校社が東京都公安局専用線の運営を実施している。1966年10月1日には国鉄越中島駅の改良工事が完成し、同木川駅で実施されていた貨車の仕分けと列車組成が越中島駅で実施されるようになった。 豊洲地区に立地した東京ガスのガス工場は石炭を処理して都市ガスを生産し副産物のコークスを出荷するという枠組みで稼働していた。このコークスの出荷は1971年時点で越中島駅の貨物取扱量の34%を占めるほどのもので豊洲地区臨港線の主たる貨物であった。コークスはカーバイドの製造メーカー向けで 北陸本線の魚津駅まで毎日無害者45両の豊洲号という専用列車が運転されていた。1967年の最盛期には年間170万トンの貨物を輸送し、深川、晴海の両線で1日22往復の貨物列車が運転されていた。一方、芝浦地区でも新中軍による接収解除が進むと、 東京都による臨港鉄道の整備が行われるようになった。旧陸軍及び新中軍が応急的に整備したものであった臨港線を引き継ぎ、東京都が改良工事を行って1959年3月31日に芝浦埠頭の末端までの芝浦線が完成した。この路線が実際に供用開始されたのは1961年4月1日からで、 東京ポートサービス協会が運行を担当した。また、日の出不当への路線も日の出線として整備され、1965年4月1日から東京ポートサービス協会委託で正式営業が始まった。芝浦線、日の出線の主要貨物は、塩、肥料、セメント、雑貨などであった。また、 芝浦不島の整備に伴って、1963年から1965年にかけて芝浦駅は日の出不島から芝浦不島に移転され、岸壁自下背後の引き込み線を東京都専用線、山川の鉄道を国鉄営業線として整備された。東京都や国鉄はさらなる臨港線の整備を計画していた。東京地区の鉄道貨物輸送では特に 越中島貨物駅や総武本線方面からの貨物が、東海道本線方面との間で輸送される際に、何度も折り返し運転が必要なこと、大きな迂回経路を走行すること、通勤電車と線路を共用していて、線路容量が限界に達していること、都心部に貨物列車が走行することなどのいくつもの問題を抱えていた。そこでこうした問題を解決する方策として、 東京湾岸貨物線の計画が立てられた。1960年代の構想では、東京湾岸鉄道は、塩浜総車場を多い芝浦越中島活南、総車場蘇が姉ヶ崎木更津を結ぶことになっており、後に一部計画が変更されながら推進されて、実際に完成したところ、旅客船に無用されたところ、着工されなかったところなどに分かれることになった。東京構築では、 晴海線から分岐して、月島を経由し、月地市場の脇から、塩止め駅へ抜ける、月島線の計画があった。これは、東海道本線と豊洲、晴海方面の連絡を図るとともに、京浜工業地帯と京葉工業地域を結ぶ、物流の大動脈となることも意図していた。また、1960年代の東京湾岸貨物線の計画では、 晴海埠頭と芝浦埠頭を結ぶ構想もあり、最終的に海底トンネル、または稼働橋とするとしても、一時的には鉄道連絡線による車両構想を行うことも検討されていた。しかし実際に着手されることはなく、計画のみに終わっている。月島線がたとえ実際に完成していたとしても、その目的は通勤、通学輸送に変質していただろうとの推測もある。 また、都心部を貨物列車が通過しなくても済むようにする。目的では、湾岸の貨物船を含む東京外環状線の建設計画が進められ、実際に、武蔵野線や東京貨物ターミナル駅などが完成した。湾岸貨物船についても着工されたが、着手された計画では新木場駅からありあけ、お台場を通って、海底トンネルで、八シの東京貨物ターミナル駅に抜ける路線を、 建設することになっており、有明では貨物駅と臨港線も計画されていた。また、12号地に船車連絡不当、13号地外カライナー不当への鉄道などの計画もあった。しかし、鉄道貨物輸送の衰退に伴って、この計画は旅客輸送を重視したものへと変わり、千葉方面から新木場までの路線は、東京駅への乗り入れ線を建設して、京葉線となり、 また新木場からお台場までの路線は東京貨物ターミナルへの路線から分岐して大井町駅、大崎駅への路線を建設して東京臨海高速鉄道臨海線と変わった。このようにして東京港の臨港鉄道は1965年頃には線路総延長 24km まで成長し輸送量のピークを迎えた。しかしモータリゼーションの進展に伴い 機動性に優れたトラック輸送への転換が進み、輸送量は減少に転じた。エネルギー革命の進展に伴い、深川線の輸送量の大きな部分を占めていた、東京ガスの輸送も1977年7月に、1976年の東京港第3次海底港湾計画では、多くの鉄道計画が廃止となった。 さらに1984年2月1日、国鉄ダイヤ改正では、国鉄の財政再建のために創車場を経由した集結式輸送方式がほぼ廃止となったことから、貨物輸送の多くがコンテナ化されて、東京都の専用船へも大きな影響を与えた。以降は年間20万トン程度の輸送量に止まった。こうしたこともあり、1985年1月16日には、 まず、豊洲物をげ場線が廃止となった。さらに、芝浦線、日の出線への貨物線の接続元である、国鉄塩止め駅が廃止となる影響を受けて、1985年3月1日に、国鉄芝浦駅と東京都の芝浦線、日の出線が廃止となった。1986年1月13日には、深川線のうち、晴海線が分岐する地点から、 豊洲石炭不倒までの間も廃止となった。最後まで残された晴海線も1989年2月10日に廃止となり、東京都公安局専用線は全廃となった。廃止となった路線跡は多くが再開発されており、一部に線路敷地が残されているのみである。その中でも晴海運河にかかる晴海線の晴海橋梁は最大の移行で、 現在もそのまま残されている。人道橋や公園としての活用が検討されているが、老朽化が進んでおり、修繕も必要であるとして、具体的な動きは進んでいない。2020年10月1日より利用を開始した、東京 BRT の春海 BRT ターミナルは、春海機関区の跡地を利用して造成された。開廃が著しく、多くの引き込み線が分岐する。 林港鉄道の性格上、東京都公安局専用線のキロほどは資料によって、相違が多く、はっきりとしていない。国鉄の1975年現在の専用線、一覧表によれば、作業キロは、深川線が2.7キロメートル、晴海線が3.6キロメートル、芝浦線が2.0キロメートル、日の出線が1.0キロメートルとされている。 いかに専用線の施設一覧表を示す。線路延長で各路線の値を足して合計値に一致しないのは原資料のままである。東京都港湾局の専用線網は港湾管理者直営の臨港鉄道としては日本最大の規模のものであった。これは他の港では企業が自社で専用線を付設するところが消費地に面して多種多様の貨物を取り扱う東京港では 公共性が高かったことから、東京都が直営で整備を行うことになったことや、臨港線を港湾設備として整備する方針が決まった1956年以降に、臨港鉄道の整備が進められたことなどが要因とされている。横浜港、大阪港、神戸港などでは、第二次世界大戦前の時期に、臨港鉄道が国鉄直営で整備されている。 一方で、重工業地帯に面する港では1960年代以降、国鉄と荷主の出資による臨海鉄道の建設が進められていったが、東京港には重工業地帯が付随しなかったことから臨海鉄道への移行も行われなかった。東京都港湾局専用線の運行は当初、国鉄の機関車により行われていたが、1958年5月8日から、 晴海みふ頭での貨車仕分け作業が東京都に移管され、東京ポートサービス協会に委託して業務が行われた。さらに国鉄の経営合理化のために専用船内での入れ替え作業を行わない方針となり、越中島駅以南の専用船内の運行は東京都が担当することになり、やはり東京ポートサービス協会委託で1960年4月1日から実施された。この後、 組織の変更により1981年4月1日から財団法人東京港サービス公社1988年4月1日から財団法人東京港不登校者が東京都公安局専用線の運営を実施している。こうした路線での運行を行うために東京都公安局は口実するように多数の機関車を用意していた。また、沿線の 各企業は自前で入れ替え機関車を用意しているところもあれば、場合によっては豊洲鉄道運輸に業務を委託しているところもあった。豊洲鉄道運輸は1956年創業の鉄道運輸業そのものを本業とした企業で、主に豊洲地区において企業から受託して、貨車の入れ替え作業を行っていた。東京都公安局専用線では、 通常の鉄道のように駅間のキロほどに基づく貨物運賃の徴収は行われていなかった。東京都の条例に基づき港湾施設の使用量として扱われており、貨物の表示トン数1トンを100メートル移動させることにいくらという単位の設定がなされていた。東京都港湾局専用線は鉄道貨物輸送のうちの最も費用がかかる末端の部分を担当しており、 広大なヤードにおける服装した動力車の運転、不当作業に合わせた仕分け作業など、手間のかかる作業ばかりが集まっていることから、収支バランスのとても厳しい事業であった。特に、重工業地帯では、同じ種類の貨物を大量に取り扱うことで、輸送単価を切り下げることができるが、東京港ではロットがまとまらない、多品種多方面の雑多な貨物を扱っていたことから、収支面に、 大きな影響があった。1960年度から1967年度までの統計では営業係数が最も良かった年が109.8、悪かった年が180.4であった。1965年度の収入は5584万1000円、支出は7900万8000円であった。東京都公安局専用線では東京都公安局が 合計9両のディーゼル機関車を所有していた。この他に、豊洲鉄道運輸が4両、東京鉄鋼府等が1両、東京電力が1両を所有していた。東京都公安局のディーゼル機関車は、いずれもディーゼルを表す D に、自長のトン数を組み合わせた形式が与えられていた。また、個別番号は形式によらず投資の番号が付けられていた。ただし1号機は、 詳細な形式番号が不明である。1号機は、加藤製作所1954年生 B 型8トン機で、豊洲の入れ替えに用いられていた。D2 号から2は、日本輸送機1957年生。D2 号から3は、加藤製作所1958年生のいずれも、C 型25トン機で、豊洲の入れ替えに用いられていた。D60 から4は、 日立製作所1959年製 B、B 車軸配置の60トン機で、これは国鉄の DD13 型に類似するが、車体、エンジン出力とも DD13 型よりやや大型の、専用専用としては大型の機関車であった。これと、ほぼ同型の機車製造1962年製、D60 から7、日立製作所1968年製、 D60 から8の合計3両が、深川線、晴海線における主力機関車であった。日立製作所1961年製の B、B 車軸配置35トン機、D35 から5と D35 から6は、それまで国鉄機に頼っていた芝浦線、日の出線を東京都直営で運行するために製造されたものであった。 日本輸送機1969年製の B、B 車軸配置35トン機、D35 から9は D35 から5、D35 から6と、ほぼ同系機で、豊洲石炭不当の入れ替えに用いられた。豊洲鉄道運輸は、田中戸後期製の5トン機と、堺工作所1955年製 B 型7トン機の2両で、発足した。1962年に、 日本輸送規制 B 型15トンキを15から1として導入し5トンキを淘汰した。7トンキの老朽化が激しかったことから1978年12月に日本交換鶴見工場から日立製作所1957年生 C 型20トンキを購入して7トンキを淘汰した。東京鉄工頭では DDA0080 という番号の 日立製作所1959年製 C 型25トン機を運用していた。また、東京電力は無番号の汽車製造1955年製 B 型20トン機を運用していた。ありがとうございます。